はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエストフラット続きやっていきたいと思います。前回究極色になったので、多分ここ行けるよね。天界で人間が存在を維持するには天界の巫女の力が必要です。気をつけてください。天界の巫女が死ねばたちまちカズボたちの存在が消えてしまうでしょう。天界の巫女の、ここ絶対死なしちゃダメってこと？待て、音楽よ。アレンジしてるし、ちょっと待って、ザキ系にかかんのやだな。なんとしても一番それを大事にしなくちゃいけないってことか。うわー、モンスターズじゃん。なんかダブってるよね。何体か重ねてんの？なんだ？マジか。9552？なんかおかしいぞこれ。バラモスブロスがザコキャラで出てる。しかも音楽よ。待てこれ、待て、ボスじゃないよ。音楽詐欺。すげえな、これどこまで隠しあんだろうね。二重になってんのって多分ダメージのためのなんかがあるんだよ。キングヒドラ。天界の巫女、一番初めやられたらまずいんですよ。これも一番上に持っていきたいな。まあどこでもセーブできるから安心なんだけどね。このアレンジいいよ。あ、主人公1000超えてるじゃん、 HP。これどこまであるの？
町とかない？アルテマソード。いやー、とうとうやばいの見えちゃいました。一番後ろ線ぐらいあればね、いいんですけどね。どんだけ。9000バズ召喚。200。今のあれ何なんだあっという間に燃料尽きるけどね。宿屋いらず、必殺宿屋いらず。こんだけ強くなるってことはボスがいたらもっとやばいってことだよね。なんかようやくなんか見えてきたぞ。いやー、しかし長いね。巫女がやられた瞬間はあるでしょ。何回これやってんだろう。まあ忍び足使えば出てこないけどね。だけどレベル上げるから使う。装備して、落ちてオーラ使われちゃって MP なくなるからね。
これで無双したらやばいよ。もうボス全部一撃だよね。ちょっとしたボスより強いもんこれ。何まだあんの？今回ぐるぐる回るだけでパート終わんじゃない？ちょっと待って、嘘でしょ。あそこどうなってんだろう。ダーマの地下、あの鍵かかってた場所とかさ、あ絶対なんかあるって。まだマジないの？ドルオーラで終わるか。あ、ついた。ダークドレアムより効率いいよ。ここが神様？なんかない。ないか。天空の塔じゃんこれ。待って。お。なんか手に入れたな。グリーンガムの道。太陽の帯。ここなんかな。バスタードソード、なんでそんないろいろあるんだ。ちょっと待って、敵いない？敵いないのこれ。あ、いた。マジかよ。あら、いいね。ちょっと待って待って待って、最初のとこだよね。は？ああ、なるほど、そういうことか。もうここら辺に水の精霊あってほしいよ。これなんだ、なんかありそうだな。まあ、せっからやめてもらって。
ない。なんだここ、もったいないからあと1回戦闘やって、あのキラキラのとこ行こうね。まあちょっといろいろアイテム取ったからセーブさせていただいて、かといって別にね、忍び足は使わないで、まあ動画的にまだ20分にもなってないんですよ。分けてもいいけどね、別にね。まあ装備したか、手に入れたからって別に、そうだよな。だからって別にグリーンガムの装備する必要はないよね。天の門番すごいね、あれね。経験値。あら、ついちゃった。もったいないからもう一回戦って。意味がわからん。ボスかなんかだったらちょうどいいんだよね。大魔王ゾーマの紋章が光り出した。まさか大魔王にそそんかされるとは愚かな。まあいい、消滅させればいいことだ。よいしょ。あ。音がない。音がない。